皆さんこんにちは、マイトリップです。ここがね、どこかと言いますとね、磐田市、まあ、静岡県の磐田市になるんですけども、新東名高速道路といえばわかるでしょうかね。東名高速道路のバイパスとなるものです。こちらが古道橋というのかな、豪大島上八代山古道橋というそうですが、こちらが新東名高速道路の高架橋であります。新東名高速道路よりもね、上のところに位置するもので、こんな感じでね、はい、映るかな、こんな感じで見ての通り高速道路が出てるんじゃないかなと。それでこちら側の方を撮影してみますとね、まあ、こんな感じか。そっちの方にちょうど今スマートインター、新岩田スマートインターチェンジというものを作っておりまして、絶賛工事中のところです。スペースがどこら辺にあるのかちょっといまいちはまだわからないんですけど、まあ多分この先のあそこの盛り土の辺が新しいインターになるんじゃないかなという。東名高速道路が前にも渋滞が激しいので、そのバイパス路として作ったわけであります。こんな感じで高規格な幹線でありまして、今のところ全線4車線化完了をしておりまして、今度のねあと2年をしたら3車線化っていうのかな、こちらのね道路のね、あの向こうの方に1個路側帯みたいな感じで広く捉えてるところがあって、今バリゲードみたいな感じで張ってあると思うんですけども、そのバリゲードを取り払って三車線化をするということだそうです。まあそれと同時にね、あのインターができるんじゃないでしょうか。結構高速バスとかの JR 東海バスとかね、 JR バス関東とかいうバス会社がたくさんありまして、そういうバス会社がねいろいろ運行しております。なんでさっきエアロティング2階建てバスとかも走っております。それからこの区間は別に新東名高速道路で高速化されているわけじゃないんですけど、110キロ運転が対応しているところもあるそうでして、ここもまあ多分実勢速度130キロとか、まあ、120キロとかそれくらいで走っているんじゃないのかなというところです。なかなか柵がしっかりしてあって写真が撮りにくいには撮りにくいです。まあ、こんな感じで結構新東名高速道路をね建設する上で地元の連絡路を大量に作ったわけです。こんだけ地域分断がされちゃうとね、影響は計り知れないことでしょうから仕方がありません。この高速道路が開通したことによって東名高速道路の混雑も緩和したわけですし、間違いなく効果はあったわけであります。なぜここに来たかというと、まあ今度の6車線化の話を聞きつけて、どこか東名高速道路で撮影しやすいところはないのかなということで、今回新東名高速道路のこちら磐田市というところですね、静岡県磐田市で天竜浜名湖鉄道の敷地駅とかね、遠鉄バスも通るエリアなので、かなりアクセスの便利なところであります。向こうに見えますのは天竜川というね一級河川です。見えるかな、天竜川よりね、イラスとかその方も山々とか見やすくなるというふうに思われます。それぐらい高速バスが通ってくれるとね、撮影の違いがあるんですけど、高速バスは基礎を回ります、ね、天竜川橋梁という橋もありまして、ここも多分6車線化して、御殿場ジャンクションからどこだったかな、御殿場から確か浜松稲沢ジャンクションのところまでは6車線化をするそうです。今高速バスが通りました。もしかしたらツアーかもしれないけど、緊急だからどうなんでしょうね。ミラーとかそういう感じではなくてね、あれは格安のバスではないのかなという感じがします。トラックの物流が多いです。新東名高速道路を経由するバスというのは基本的に東名を通らなくていいバスなので、静岡や浜松に行くバスというのは基本的に東名高速経由となります。新東名経由のバスというのは、まあ、基本的に東京大阪間とかそういう長距離路線になってきます。またバスが見えます。しかしあとの貸し切りでしょうかね、サイズが小さいですからね。
東名高速道路にはね、バス停というものはありませんので、基本的に長距離路線しか運行することができません。まあ、トラックみたいな感じの長距離が運用のものでありますと、まあ、見ての通りこんな感じで、たくさんトラックが通っております。トラックの並走っていうのかな、なんていうのかな、隊列走行みたいな感じのものを今、実験中らしく、自動運転をね、やろうっていう話を進めているところで、新東名高速道路のこのエリアで実証実験を行っているそうです。まあ、新東名高速道路について紹介するのもかなり久しぶりになると思うんですけど、新東名高速道路について少しでもまあ分かっていただけたら幸いです。今回はまあ特別編みたいな感じで、肉声での収録というのもこれからたくさんしていくと思うのでね、その動画のね、なんていうのかな、幕開けというのか、まあデモ動画をこの前出しましたけど、そのデモ動画がね短すぎたので、こんな感じで試しに撮ってみようということです。直接動画に音声を吹き込むことでだいぶ効率化が進んで、動画を作るスピードもだいぶ上がってきたと思うので、これから先たくさん動画を作ることができそうです。まあ投稿するかどうかちょっと微妙なんですけどもね、こんな感じでこれからもお送りしていけたらなと思っております。では今回はここら辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。